本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。はい、文藝春秋の翻訳書を紹介する翻訳の部屋、今回はジェフリー・ディーバー著、池田真紀子役、ウォッチメーカーの罠について、担当編集者の長島に、私高橋がいろいろ聞いていってみたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、出ました、ウォッチメーカーの罠。これは、あれですね、ジェフリー・ディーバーの、まあ、メインシリーズというかリンカーン・ライムものの最新作でございます。第何作目という感じですかね。さっき数えた16です、ね。16まで来ましたですか。うん、はい。はい、そして、ファンの人には、もう、たまらないというか、ウォッチメーカーね、中期の傑作というか、はい、シリーズ中でも屈指の、名悪役が登場した第7作目ですかね、が、ウォッチメーカーだったわけですけれども、はい、これはあれですか、ついに、その、犯罪王ウォッチメーカーと、ライムの最終決戦っていう最後の頭脳戦と帯に書いてありますけど、はい、そういう理解で正しいでございましょうか。はい。まあ、まあ、ウォッチメーカーは犯罪プランナーと言えばいいんでしょうかね。なんかその依頼を受けてね、まあ、殺し屋なって書いてる、ライムとか言ってたりすることもあるんですけど、はいはい、基本的にはまあ、何せよ、犯罪を、依頼されて、それを目的を実現するためのプランを作る人という。そうですね。いわゆるシャーロック・ホームズでいうところの、モリアーティ教授みたいな人、はい、的な宿敵なんですけどもね。で、17年前、ウォッチメーカー。2007年に翻訳が出てますね。恐ろしいです。これ僕はウォッチメーカーからディーバー担当してるんですけど。いや、そうなんですか。その前はね、違う人やってたの、はあはあ。ウォッチメーカーから担当するようになって、で、たまたまこの間ミステリー作家の、厚川辰美さん、はい、彼はディーバー大好きな人でもあるんですけど、はい、まあ、だからまあ、翻訳ミステリーなんでも、通行してる人なんですが。はい、まあまあ、異常な数読んでる方ですからね。そうそうそう、多分、公文社さんのね、サイトとかで読めると思うんですけど、はい、彼の読書日記みたいなものは。で、まあ、彼、やっぱ30代ぐらいなのかな。ね、若いのに。そうそうそう。で、もう一人僕の知り合いのその、大学のミスケンの後輩の、やっぱ同じぐらいの年の子が、はい、とまあ、話す機会があったんですけど、どっちも、はい、その、ディーバのウォッチメーカーが、はい、海外ミステリー、海外現代ミステリーへの入り口になったと言ってて。はいはい、2007年っていう時は。だから中学生ぐらいなのかな。なるほど。30代でね。17年前ですからね。そう。だからウォッチメーカーの時は今ほどたくさんミステリーランキングなかったですけど、はいはいはい、多分当時あったものは全部、1位みたいな制覇してたんで、いやー、すごい多い作品でしたからね。彼らも、10代で読んだんだと思うんですけど、はい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 、そういう意味ですごくその、彼ら世代とミステリーファンの間では、そういう、なんだろうな、その思い出のあるというか、なるほど。なんつうんだろうな、青春の思い出的な、名キャラクターが。原体験。はい。そう、それがついに、ここで、最後の、ね、大勝負に出ると。最終決戦。もうホームズ対モリアーティが滝の上で組み合うかのような、あれ違うぐらい、そうそうそう、まあ、ライムは組み合いませんけども、そうそうそう、リンカライムのどんどん誰かと答え申し上げますと、もともとね、ニューヨーク市警の監察、うん、監察じゃねえ、鑑識の、はい、伝説の捜査員で、はい、本も書いてたりするぐらいのね、はい、ものすごいね、細かい微細証拠からその犯人がどこから来て何を持ってきたのか、どういうやつなのかってね、言い当てちゃうみたいな。で、とある地下の殺人現場で鑑識作業してたら、針が、針ってその天井を支えてるみたいなやつ ね、はい、あれが折れちゃって、その腰椎、脊椎、頸椎ですか、頸椎か、頸椎だ、はい、に怪我を負って、つまるところその首から下が動かなくなっちゃう。そうなんですよね、うん、ほぼほぼ全身麻痺に近いような感じになっていると。指一本だけ動くんだったかな、右手の指だけ動くのを
何回目だったっけな。だ指が一本だけ動く。そう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 。で、まあ、それ要するに、安楽椅子探偵のね、そうですね、究極体みたいな感じの人で、はい、だから頭脳はあると。はい、で、なんで、その、いわゆるハイテク、車椅子に乗ったりすることもあるんですけど、基本的にはその、ニューヨークの自宅をラボに改造して、はい、証拠を集めて、そこから、推理を積み重ねて犯人を見つける名探偵というやつですね。はい、ね、古いタウンハウスっていうのの中にね、最新鋭のいろんな機器が詰まっていて、そうそう、ものすごい電気を食ってるっていうね、その。あ、そう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 。そう。で、だからその、車椅子って、まあ、獅子麻痺と、通常言ってますけど、はい、その名探偵と、犯罪の大天才が戦う話なんですけど、そうですね、頭脳で戦う話なんですけどね。はい、そうです。で、ウォッチメーカーっていう犯罪者、どういう人かっていうと、はい、いわゆる機械式の時計が好きなんですよね、ウォッチメーカーっていうぐらいで。ウォッチメーカーっていうぐらいでね。で、その、いわゆるその、そういう精密な、よくできた機械式の時計の、なんていうのあれ、ちょっと、すごく仕組みのことをコンプリケーションって言うんですよね。複雑なね。複雑な、はい、そうそうそう。ムーブメントとかに、こう、どん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 、いろんな機能を、こう、より複雑に。月曜見たりするやつね。そうですね。それこそ、ストップウォッチに始まり、みたいな。そうだ、そういうのは本当に、これ趣味としては、この人、ウォッチメーカーさん好きなんですけど、犯罪を依頼したい場合、自分でプランすることもあるんですけど、要するに、その、時計のコンプリケーションのごとく、複雑怪奇な、犯罪計画を、多分ほぼこの人趣味で作ってるぐらいの感じで。そう。絶対もっと単純にできそうな気がするような、依頼を、ものすごい応じかけな、完璧な寸分の隙もない、無駄に応じかけな計画を立てて、そう。で、警察を欺きまくるという。たまたまそのネット上さまよってたら、最近よく話題になってるのが、ノブロック TV ってあるじゃないですか、YouTube の。はいはいはい、あれの作ってるのは、プロデューサーの、佐久間さんか、はい。あの人が、ウォッチメーカーを激賞してる動画っていうのがあって、なんだっけなんですか、きっとなんかその、なんかの、企業というか、その、なんかその、ニュース発信みたいなする、YouTube チャンネルで、はい、まるまる、それ短い数分間の動画ではあるんですけど、ウォッチメーカーとかすごいと。プロットがすげえ。いや、まあ本当ね、すごいんですよね、ウォッチメーカー。今回僕もちょっと読み返してみましたけれども、はい。はい、やっぱりだいぶ前なんで、ディテール忘れてて、今回もコロッと2回、3回騙されました。そうそうそう。だからその、まあ、その、まあ、今回ウォッチ、通常そのね、シリーズ進めるときは最新作だけ読んでも大丈夫ですよって言うんですけど、はいはいはい。でも実際そうでもある側面は結構あるとは思うんですが、はい、今回に関してはウォッチメーカーを逆に読んといた方が考えは増しますよね。まあそうですね。うん、はい。もちろん一個の、なんというか、複雑怪奇なね、そのミステリーという楽しみ方をする上では、ウォッチメーカーの罠だけ読んでも全く問題なく楽しめるんですけれども、まあ、そこにね、さらにこう、ライムとウォッチメーカーの間のね、こう、なんというか、因縁というかね。因縁と、心情とね、ライバル意識みたいなものがこう、いろいろ影を落としているっていう観測面がありますもんね。だからその、そういう意味で本当に、ウォッチメーカー先に読んだ方が、いいかなと、今回に関しては僕は言うんですけど。そうですね。はい。より楽しめることは間違いないですね。あれは、最初、だから、あれ、ウォッチメーカーでは、ウォッチメーカーは自分で犯行声明出すんですよね、確かね。あ、それはもうなんか、時計と、ウォッチメーカーみたいな感じの、下手くそな詩があるんですけれども。それが死体とともに見つかると。そうなんですよね。死体、そうですね。そうそう。で、同じ時計を何者かが10個買ってると。そうそうそう。いうのが判明して、つまり殺人は10件起きるんであるまいか。殺すつもりなんだなっていうね、ところから。始まる。だからね、はい、シリアルキラーもの的な感じで始まる。そうなんですよね。わけですけど、それどころではないことが。もう、そう、いわゆるミステリー用語というところのミスディレクションとかね、はい、ありますけど、本当それが本当に張り巡らされた作品で。すごいんですよね。ライムの相方というかね、コンビのアメリア・サックス刑事。サックス刑事のお父さんの因縁とかね。あ、そうそうそう、はい。そういうのまで、こう、複雑怪奇な、プランの中にいろいろ組み込まれてたりしてね。そう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 。なんで、その、本当に、
なんだろうな。多分我々が今ぼんやりあらすじを喋った中に多分嘘は入ってないけれど、結構気を使って喋ってますもんね。あんまりバレないようにしてる。そうそうそう。嘘も言わないように。さえ、嘘はついてないです。多分、まだ今のところついてないね。今のところ、うん、はい、はい、嘘はついてないですね。多分ね、これ以上喋ると、必然的に嘘が混じらざるを得ない作品で、そうですね、はい。本当にこれ、小玉清さんもね、もう亡くなりましたけど、そうですね、はい、解説書いていただいたのかな、時。あ、そうでしたっけ、文庫で。そっか。好きで。やっぱり本当にその、ディーバーの中でも代表作でもあるし、21世紀入ってからのミステリーでも、上位に入るのは間違いないだろうなという作品だとは思うんですよ。そうでしょうね。長嶋さん的にも非常に重要な作品だということですね、初めて。そうです、そうです、初めてだし、はい、ディーバーやってね。中期の代表作って、出た時に書いてるんで。出た時にも新刊時に。そう、だから近い、俺の順で書いたら、近い将来、ライムシリーズ中期の代表作と呼ばれることを必勝って書いてある。なるほど。まさにそうなったなと思うんですけど。まさにそうなりましたけどね。そう。これ、しつこく前の、ウォッチメーカーの話をすると、はい、この時、現代はコールドムーンなんですね。あ、そう。なんだっけ、月のカードから置いてくんだっけ。いや、あれなんですよ、その、時計の文字盤にこう、そうか月、そう、まさに想定にある通りの月のあれがこうカチカチカチって見える、月齢が見えるやつがあるんですよ。それがちょっと不気味な感じでっていう。そう。だから現代ザ・コールドムーンなんですけど、はい、これ絶対タイトルを決めるしかないだろうって話を、はい、翻訳の池田真紀子さんともしたんですけど、はい、で、無事本も出て、はい、好評を得たわけですけど、本出てしばらくしてから、まあ、オチベガーさんとも今回も出てきてくることが分かるように、はい、絶対これ再登場するよなっていうキャラじゃないですか。そうなんです。読んでても。で、実際この後もね、いろんなところにちょこちょこ、チラチラね、チラッと出てくるんですよね。そう。だから、オチメーカー、再登場とかしそうだし、その再登場した時にディーバーがタイトルにザ・オチメーカーってつけたらどうしましょうねって話を、後になってから、キラさんとして、ずっとそれから十数年にわたって怯えてたんですけど、ね、はい、もうウォッチメーカー2にするのか、ウォッチメーカーリターンズにするのか、ウォッチメーカー逆、やっぱ逆襲っすかね、みたいな。そう。で、思って怯えてたら、ついに最後のとして、ザ・ウォッチメーカーズ・ハンドという。ハンド来ました。ハンド。これ、ハンドってね、普通に、日本語話者からすると、手、はい、思いますけれども、時計の針のことですよね。そうなんですね。はい。なんで、その、なんだ、まあ、ウォッチとかけてるというか、はい。なんですけど、当然ながら、手でもあるし、はい、だからまあ、日本語に訳すと、ウォッチメーカーのマッシュみたいなね、な感じでも多分あるし、ね、なるほど、確かにそうですね。で、まあ、作品読んでいただくと分かるんですけど、最後の最後で、ライムが、ウォッチメーカーズハンドというタイトルにちなむ、まあ、推論ですかね。はい、みたいなのを、最後締めとして語るんで、まあ、そこは本読んでいただいて、はい、味わっていただければと思うんですけど、まあ、この、例によって、複雑怪奇な、犯罪計画で。そうなんですよね。またこう、何層にも渡る。そう。罠が。今回大統領まで出てきますからね。アメリカの。そうなんですよね。うん、いや、今回は、やっぱり、まあ、これはもう始まりなんで言っていいと思うんですけれども、いきなり、あれなんですよね。ニューヨークなんで、摩天楼にこう、工事をしてるクレーンが。高層ビル作るやつ。高層ビル作るやつがいっぱいあるんですけど、それがバランスを失って、倒れるっていう、すごい緊迫したシーンからいきなり入って。あれいいシーンなんですよね。あれすごいですよね。ちょっと、ミッションインポッシブルとかの映画の最初のシーンみたいな、いきなりすごいスリリングな感じの。だから、あれ、高層ビルのてっぺんではないけど、そこそこ高いところに作ったやつの上につけてるんですね。そうなんですよね。で、それがこう、バランスを失って、だんだんこのゆっくり角度が増えてて、傾きの。操縦士の人がおかしいって言ってね、慌ててバランスを回復しようとするんだけど、ミシミシミシってなって、で、こう攻めて倒れる方向を、そう、ビルに当たらないように、みたいなね。そう、緊迫の。そう、画面から始まって、もう絵面が浮かぶな、みたいな。やっぱね、その辺うまいっすよね、この人。いやー、うまい。すごい、
あっという間に引き込まれる導入で、さすがですね、本当毎回、まあ、毎回もちろんね、いろいろ凝った導入はされてはいるんですけれども、今回は中でもスケール感が大きくて、はい、大犯罪の匂いが最初からしますよね。で、一方に、なんだっけ、市役所かなんかから図面を盗んだ奴がいるっていう事件があって。そうなんですよね。それ別口ですでに民間ライムたちはその、はい、調べてるわけですけど、はい、そうこうしてるうちにその、クレーンの倒壊事件というか事故というか、はい、が起きると。はい、で、まあ、一応犯行声明が、富裕層のためのビルばか作ってないで、低所得者層用の建物、住居も作れみたいなね、はいはい、テロ組織みたいなのが、はい、まあ、ちょっとね、極左、共産主義っぽい感じのテロ組織みたいな犯行声明が発せられるんですけれども。そう。で、いよいよね、例によって、いかないまま調べてると、これ、犯人はウォッチメーカーだ。そう。と、素晴らしく劇的なシーンがあって、犯人はウォッチメーカーだっていう。あっちゃうんですよね。で、ウォッチメーカーの場面がちょこちょこ入ってくるんで、割と序盤にわかるんですけど、はい、で、ウォッチメーカーもその、最終的な目標は、リンカライムの殺害だと。そうなんですよね。そう。はい。復讐、まあ、何かしらね、いつも、依頼があって、いろんな、プロットをいくつも隠し持ってるんですけれども、その中の重要な、彼本人の目標としては、ライムと死を消するということがやっぱりあるんですよね、今回は。っていうぐらいしか言えないのかな。そうなんですね。まあだから、登場時点というか、事件が発覚する前には、ウォッチメーカーはそもそもアメリカにいるっていうことも、定かではない、ないんですよ。海外に逃亡してると。一時メキシコにいましたもんね、あの人。そうなんです、そうなんです。で、まあ、インターポールとかから、インターポールもずっと、ウォッチメーカーを重要な、うん、容疑者として追っているっていう状況から、まず、そのね、ウォッチメーカーが、ニューヨークに来てるということに気づくっていうところから。そう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 。で、またどうやってあいつ入国したんだとかね。そう、そのね、あれはいい話なんですけど。その入国するシーンとかもね、意外に、なんというか、ちょっと言えないな。そうそう、面白い。力技というかね。そう。だいぶ、スパイ大作戦かな。そう。そこはそういう、割とプリミティブに行くんだそこなんだ、みたいな。そう。面白いんですよ。なんかもっとこう、頭脳的な感じかなと思った、みたいな。そこはもうなんか、まあ、物理はね、覆せないんで、きっと物理的に行ったんだと思うんですけど。はい。そうなんですよ。とかね。そう、こういう読みどころ満載ですね。はい。だからまあ、どっちめかはこれ以前にまた2、3回出てきてるのかな、ウォッチメーカー後。ウォッチメーカーの罠前。はい、そうですね。で、ちまちま出てきて、いろいろライブも。ちょこっと嫌がらせしたりとか。そう。してきたのが、ついにここで、本当に最終対決っていうのは言ってもいいと思うんで、とか書いてるから、はい、本の側に書いてあるんですけど。最後、頭脳戦。これがね、結構エモいっすよね。エモいですね。うん、そうですね。そう。はい。あんまりリンカーン・ライムでエモい話してないんですけど。そうですね。うん、リンカーン・ライム自体が非常にドライな性格の人なので。そう。本当に一緒に仕事したくないよなと思う。でもちょっと可愛いっちゃ可愛いんですけど。まあ、介護士のね、トムにだけは頭が上がらないというか、いろいろわめいてるんですけれども、まあ、犬がワンワン言うのと同じですぐらいに言われちゃうっていうね。そう。まあ、シリーズキャラ、だから本当に、なんだろう、シリーズを読む楽しみは結構、多分、リーバーさんは職人みたいな人なんで、たくさん仕掛けてあって。そうですね。関係性の変化とかね。そう。なので、シリーズをある程度追ってる方なんかは、昔からずっとルーキー言われてる。そう。ドナルド・プラスキーというね。あいついいやつ、めちゃくちゃいいやつなんですけど。はい、あの人子供もいるんだっけ？あの人は子供いるよね。子供も3人ぐらいいる。そう。はい、で、なんだろう。可愛い奥さんと可愛い子供がいる。そう。その多分きっといい家庭なんだろうなと思わせる感じの相場はちょこちょこ出てくるんですけど、ずっと新米扱いされてたのは、今回は、ほぼ主役ぐらいの勢いで。いや、かなり活躍しますよね。あ、意外と頼れるじゃん、こいつみたいな。はい、だから、あれなんですよね。ウォッチメーカーの時にも、要するに、鑑識をライムに成り代わって、現場で行う相方としては、うんうん、まあ、サックスが、アメリア・サックスが、まあ、最強で、まあ、プライベートでもね、結局奥さんになるわけなんですけれども、うん、でも、ウォッチメーカーの中にも、サックスが刑事を辞めようかと思って、はい、で、その後釜にプラスキーが、
やるならプラスキーだろうっていうような、そういう含みがあるんですよね。で、まあその話がどういうふうにまとまるかは、それはそれで読んでいただけばいいと思うんですけれども、またその後継者的なね、うん、がついにプラスキーもここまでなったかみたいな。ということは現場で頼られてますよね、若い刑事。そうなんですよね。はい。そう。だからそういう楽しみも。はい。で、あと、毎回行うグリッド創作のね、グリッドのやり方をちょっと変えちゃったりとか。はいはい、そう。あれいいんだよね。なるほど。そう。現場をね、縦横で仕切って、はい、縦横のグリッドってマス目作って、はい。マス目に分けて、そのマス目ごとに、こう、髪の毛とかね、こう、ホコリみたいなものが落ちてないかっていうのをネチネチ創作するっていうね、こう、想像するたびに、ものすごい疲れそうだなと思うやり方があるんですけど。リンカンライムの、手法としてずっと今まで55作かにわたって、我々はそういうものだと思ってましたけど、それでプラスキー君が新しい。ちょっと違うやり方を開発しちゃうんですね。いいんですよ。こういうのはいいんですよ。しょうがない。彼らしいし、ちょっと可愛い。そうなんですよね。そう。本当に、そう、本当に、キャラものとしても、これで池田真紀子さんの翻訳の、おかげというのもあって。ああ、もう、そうですね。キャラの役仕分けとかが絶妙にうまいですよね。絶妙にいいんです。だから、リンカンライムの介護をしてる、スーパー介護士の。スーパー介護士。料理もうまい。はい。トムの口調なんか本当にベラボに素晴らしいですし。そうなんですよ。もう、これしかないっていう感じですよね。そう。素晴らしいんですよ。はい。いつものね、太鼓腹でシュワクチャーの服を着てるセリット先生ね。セリットもいい調子がいいですね。うん、ベテラン刑事の。一時ちょっとね、なんか、あれ怪我をしたんだっけかな。どっかで一回、ちょっと重傷って。そうですね。まあ大体みんな一度どこか二度ひどい目に合わされるんですよね。今回もアメリアサックスひどい目に合わせた、ね。そう、今回はサックスがひどい目に合わせましたね。結構あれ、あれは多分言わない方がいいんだろう。人、あれって結構、健康被害ひどいじゃないですか。いや、だいぶやばいですよ。一番ひどい毒物だぐらいの。いや、本当に。話で。労災で訴えたくなるレベル。そう。まあ、一応とりあえず無事に終わってるわけですけど、今回はね。はい、そういうヒヤヒヤ的な要素も随所にありながらも、やっぱりでも、まあ、ウォッチメーカー先生の大犯罪計画ですよね。いや、すごいですよね。なんか今回、すごすぎるし、ウォッチメーカーももう、ライムのやり方を熟知してるから、全然、もう証拠らしい証拠みたいなのがないんですよ、ね。ああ、ない。だから、これ、ライムものの、特に初期の頃から、まあ、っていうか、いつもなんですけれども、定番なのが、微細証拠リストっていうのをね、事件ごとに、ホワイトボードに書くやつ、ね。ホワイトボードに、こう、サックスが書いていくっていうのがあって、必ずそれがこう、証拠が見つかるごとにアップデートされたものっていうのが何度も出てくるっていうのが、いつものお決まりのパターンなんですけれども、今回それがだいぶ少ないですよね。うん、2箇所ぐらいあったかな。2箇所ぐらいでしたっけ。昔はもっとね、たくさんあったんですけど。昔はもうなんか、証ごとに、新しい証拠が見つかって、それがどんどん長くなっていくっていうね。そう、ここまでに見つかった証拠物件につながるのが出てきて、はい、例えば砂があったらね。そうそうそう、ね。なんか犯人海と関係してんじゃないかみたいな。はい、そう。とか出されていくわけです。だいぶ減っていって、はい、犯人本当に推理合戦みたいになってる。そうなんですよね。あれが、こう、ここまで何が起きてきたのかっていうのを、こう、ちょっと復習するための、手がかりにも。あ、そう。読者にとっても、ちょうどいいガイドになってる文面もあったんですけれども、今回はもう本当に頭脳の。うん、本当に割とピュアな頭脳戦の、感じがあって、しかもこれ、だからウォッチメーカーの犯罪プランで常に二重三重走行みたいになってて、はい、これが目標かと思いきやみたいなのが何度繰り返される、はい、一種なんか多重推理物みたいになってるんですけど、はい、目的が何だか分かんないですよね、いつも。常に。これかと思ったら、はい、と思うと今回は本当にお尻から3ページ目ぐらいかな。にようやく明かされるというかね、そうですね。いわゆる名探偵が、はい、さてといいみたいなのが、主要から3ページ目のところでようやく、お前が狙ってたのはこれだろうみたいなのが出てきて。そうですよね。普段だとね、この後にまたエピローグとかもあったりするから、そう。もうちょっと15ページぐらい。そう。今回本当に最後の最後まで、ひっくり返す、ひっくり返すじゃないの、
謎解きが続くという、ね、そうそうなんですよね。でその後で本当に最後の1ページで、まあ、ウォッチメーカーズハンドっていうタイトルにまつわるというか、その、に引っ掛ける、ちょっとエモい。なんて言えばいいんだろうな、エモい部分がね。はい。そうです。これね、出てくるというね、こう、リンカーン・ライムっていうキャラクターだからね、こう、あれですけれども、もうなんなら、エモいタイプの探偵だったら、ちょっと涙の一滴とかね、こう、酒の一本ぐらい、こう、掲げちゃいそうな勢いですけどね。そう。で、そこでパチッと終わるんで、そういう意味でも結構、若干ね、昔に比べるとページ数は少なめになって、薄めになってるんですけど、逆に、やっぱり今回の、ウォッチメーカーの罠はかなり、なんつうんだ、無駄っていうと、おへがあるみたいな、筋肉質な感じの、作りになってるなっていう気はしましたね。はいはいはい、そうですね。で、あれなんですよ。この間ちょっと話が飛ぶんですけど、はい、ラストマイルって映画があったじゃないですか。日本のラストマイルって。野木明子さんっていう、はい、脚本家の書いた、テレビドラマのアンナチュラルと、はい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 、ニュー404がこの合流するみたいなやつね。ね、はいはいはい、あれ、見ました？ね、僕見てなくてね、神さんが見に行って言いましたけど、ね、ディーバーですよ、ディーバー。あ、そうなんですね。そうなんですね。パクったとかっていう話じゃなくて、もう影響最近のディーバー、だからなんだろうな。これソウルコレクター以降のディーバーのリンカーン・ライムシリーズの未訳作品を本案しましたって言われて、俺多分信じる。そんなになんだ。ね、まあ、最近って今回はそのクレーンが倒れるじゃないですか。はいはいはい、で、バーニングワイヤーだと電力が、あれ電圧いじるんだっけ？そうですね。スパークしたりして大変なことになったり。はい、だし、スティールキスは、エスカレーター、エスカレーターに細工して、そういったもろもろ電化製品が狙われたりするわけですけど、はい、そういう、なんだろうな、日常のインフラが狂気になるっていうのを最近ディーバーは割と書いてるんですけど、そうですよね、ラストマイルは、あれです。なんていうか、ネット通販の、はい、荷物に爆弾が入ってる。ああ。だからラストマイル、それをその、いわゆる、荷物のデポからお家までの間のことだと思うんですけど、なるほど、なるほど。そこに爆弾が入ってるんですよ。はいはい、どれに入ってるか分かんないけど、はい、どうやら10個あるらしいみたいなね、話で。もうめっちゃ落ち目がないですか。そうそうそう。で、いろいろその、どんでかしもあるし、はい、これ本当にディーバー的な、作法で書かれてるし、まあ、オマージュというかリスペクトというか、そのインフラのことを含めて、なんで、ディーバージョンとか次の日本で見てたんですけど、これ前からねちょいちょい言ってますけれども、ディーバーのまあもう日本版ドラマとか、はい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 、日本版コミカライズとかっていうのをしたらいいんじゃないかっていうことをね、ねえ、ずっと言ってるんですけどね。やっぱり、ね、アメリカの小説なんで、その、早々にハリウッドの人が抑えちゃってて、ね、絶対ね、その、ボンコレクター映画になってますけど、一作目の。ボンコレクターよりもラストバイの方が面白いですよ。ね、本当に。日本人がちゃんと作れば、全然いけると思うんだから。いや、日本向けに本案して、はい、ドラマにしてみるのは、ね。そう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 。あっちもいいだろうになぁと、時々思いますけど、ね、そう、本当そうなんですよ。ただその、ね、さっきその、第16作とか言いましたけど、はい。まあ結構な数じゃないですか。16って。そうですね。そうすると、どっから入ればいいのか問題ってのは常にリーバーに関しては。それはね、もう毎回出るたびに話題になりますよね。そうそう。シリーズってどうしてもその、はい、身も蓋もない話をしますと、右肩下がりになるんですよ、リーバーに。これ本当に、なかなか覆し得ないところで、まあ、逆に言うとディーバーはね、ウォッチメーカーでまたバーン取れたりしたんで、まあ、そうですね、あれなんですけど、まあね、まあ、でも、ボーンコレクターがね、すごいインパクトでしたからね。そうね、それはある意味当然というか、その、はい、やっぱり、僕はそうだったんですけど、その真面目な人はやっぱり1から10万人を読まないといけないような気がするじゃないですか。はいはいはい、まあ、そうですよね。まあ、その気持ちもわかる。まあ、ディーバーはそれほど順番に読まなくてもいいと思うんですけど、どの順番で読むか問題は、つどつど発信していった方がいいのかなと思って。確かに。で、まあ、一発で今回、ウォッチメーカーのまだな、さっきの話もあるように、はい、ウォッチメーカーをお読みになればいいのかなと。今回のあれで言うと、まず、ウォッチメーカー、うん。ウォッチメーカーを読んじゃっても、ウォッチメーカーは7作目ですけど、はい、その前の作品のネタバレは多分ないと思うんですよ。
あ、まあそうですね、うん、ちょっと言及されるっていうのはどうしてもあるんですけども、そうそう、でもそんなに例の事件の時かみたいなね、そうそう、イリュージョニストの時のあれかとかいうのはまああるんですけど、でも別にそれそんなネタバレとかそんなあれではないです。突然リンカナインも歩いたりもしないし、アメリアが死んじゃったりもしないので、それはあんまり大きな問題ないかなと思っていただいて。で、ウォッチメーカーを読んでいただいて、ウォッチメーカーのマナーを読み、はい、そうですね。で、まあ、ボーンコレクターですかね、一作目の。そうですね、うん、そうですね。ボーンコレクターを読むと、あ、まあ、これ本当に、これも名作、ウォッチメーカーに、まさるとも大人の名作なんですけど、はい、これ読むと、その、最初だからリンカーラインはちょっと人生に絶望してるんですよね。そうですね。かつては歩き回って鑑識やってたんだけど、今も動けなくなっちゃったし、はい、で、自殺を考えてるのか。そうそうそう。で、それでその、なんかそういう安楽死するみたいなね、はい、コンサルタントみたいなと連絡を取ろうとしてるようなところから始まって、はい、そんな彼が、ボーコレクターというニューヨークの地下を動き回ってる連続殺人犯との戦いを通じて、ちょっと、なんだろう、名探偵として生きていこうみたいなね、うん、感じになる。で、本当にこれ読んだ時驚いたので、これは本当に名作としてお読みになって、損もないという、うん。確かウォッチメーカーにも、ボーンコレクターに出てくる、まあ、被害者の人が、あ、そうだそうだそうだ。チラッとね。はいはい。親子ね。はい。チラッと出てきたりみたいなことあるんですけど、うんうんうん、まあ、これ別に筋立てにはそんなあれなんで、いいないです、今言った順番でボーンコレクターに戻っていただいても、うん、そう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 、あそこに出てきたあの人だっていう感じで、楽しんでいただければと思います。そうせんでいくと、だからその、ウォッチメーカー読んで、ウォッチメーカーの罠読んで、ボーンコレクターに戻って、次はね、スキンコレクターなんですよ。あ、なるほど、スキンコレクターは、ね、これも、それこそこのミスとかそういうの、1位になってた、はい、名作なんですけど、はい、これはね、ボーンコレクターの模倣犯が、ね、そうなんですよね。ボーンコレクター、だから次スキンコレクターなんですけども。入れ墨の、インクリングに毒を混ぜて殺すんですけど、はい、これは本当にいろんな意味でボーンコレクターと対になってて、はいはいはい、さっきもちらっと言ったウォッチメーカーに出てくる話もちらっと出てくるし、ウォッチメーカー、ボーンコレクター、スキンコレクター、なんかウォッチメーカーの罠が出る前は、ボーンコレクター、ウォッチメーカー、スキンコレクターが一種のなんだろうな。三位一体じゃないけど、お尻支え合うみたいなとか、なんかその、ついになったみたいな感じのものが。互いにちょっとですね、関係しかしてる部分もあって。そうそう。だからそこら辺が多分最初に今読むならいいのかなっていう気がしますね。タイトルがね、怪人の名前になってるやつをね。あ、そうそうそう、そう、はい。それに間違いないので、間違いないみたいなね。はい。そう。で、この辺読んだら次は、コフィンダンサーですよ。あ、そうそうですね。うん、2作目なんですよね。はい、なるほど。コフィンダンサーは暗殺者なんですよね、この人は。はい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 、雇われて人殺すやつで。はい、で、多分スピード感がすると一番なのかな、シリーズの中で。なるほど。で、僕の知り合いのミステリーマニアの焼きの回ったおじさんなんかたちが、いや、俺はコフィンダンサーがベストだと思うと、しばしば言ってるんで。なるほどね。まあまあ、ね、それも私にうなずけるスピード感があって、で、結構ね、殺せるはずがないところに出て、あ、掘れるはずがないところに出てきたりするんですよ。はあ、コフィンダンサー先生は、はあはあ。そういう本当にミステリー的な、若干不可能趣味っぽいのがあったりとかするんで、うんうんうん、で、だからその、怪人対名探偵みたいな意味だと、魔術師、イリュージョニストっていうのがね、ね、はい、これは本当に記述趣味の話だし、ね、いきなりだと冒頭で殺人を犯して、で取り囲まれたはずのやつが囚人監視のもと消えるというね、素晴らしい場面があって、まさにイリュージョンですね。なんでこれはそのいわゆる日本式奇術趣味本格ミステリーとかに通じるものがあるだろうなと思って、なんでしょう、あわさかつまおとか的みたいな、もっと本当に古すぎる、そうそう、あわさかつまおは別にいやもう今素晴らしい、その間も本屋さんで、某名作が重版されてたんで、あ、そう。あとは、だからこれになってくると、あれですよ。ミステリー通がなぜか偏愛するエンプティチェアね。ああ、なるほど。はい、これ、一見地味な感じの話だし、はい、その怪人出てこないんですけど、はい、ミステリー的な、なんだろう、大胆さでは一番なんじゃないかな。おー、そうか。一回そうで見逃しちゃいかねない感じで、はい、割とさらっと書いてるんですけど、はい、この犯人というか、なんつうんだろう、犯行をめぐる、はい、ある、ポイントは結構ね、びっくりするんですよ。なるほど。
あの、なんで、多分ね、地味なんで、割とスルーされがちじゃなくて、じゃあ良くて。で、まあ、そう、その辺のも、その辺もといいのかな。個人的にはゴーストスナイパーが好きですよね。ゴーストスナイパーね。そう。ありましたね。こんな長距離狙撃ができるはずがないというね。はい、はい、はい。なんだっけ、入江越かなんかにやるんだっけな、狙撃を。あ、どうなんでしたっけ、なんか、多分入江のこの出っ張り A から出っ張り B に出して撃ったはずなんだけど、うんうん、そんな長い距離は絶対無理だ、みたいな話で。これはあまり語られないんですけど、なかなか面白いやつなんですよね。まあ、っていう、もう、これで大体半分ぐらい、うん、今の順番で大体半分弱ぐらいは、うん、カバー、日刊ライブシリーズカバーできると思いますけれども。まあ、これもしよかったら、あとどれ読んでも、それぞれに。もうそこまで行って、うん、もうディーバー節にこう、が体に馴染んだお方にはもう、そう、まあ、適当に読んで大丈夫。はい、適当に言っても大丈夫ですし、キャサリンダンスシリーズとか。そうそう、さっきちらっと言ったウォーチメーカーに出てくる、キャサリン、だからその林間ライムっていうのは物理的な。それ、証拠至上主義じゃないですか、ね。そう、それ以外のことはもう人間の考えてることとか、そんなあやふやものは俺は信条しないと。物的証拠以外の目撃者とか、マジ信じられないからみたいな。そう極端だなって気がするんで、まあでもそれぐらいだって名探偵はね、成立しないんで。で、一方、キャサリンダンスって人は、人間嘘発見器と呼ばれるんですけど、多分人間嘘発見器と俺はつけたのかな、ひょっとすると。え、そうなんですか。そんな気がしてきた。まあ、何があったその。でもその後、訳文にとかにまで採用されてると思いますけど。まあ、とにかくその、人間の仕草とかで、内心を、何を考えてるかとか、嘘ついてるんじゃないかとか。普段と違う動作とかね。そうそうそう。っていうのがどういうふうに起きてるかっていうことを系統立てて、そう。考察、観察して。キネシクスというね。はい。そういう、エキスパートの人なんですけど。っていうのを達人。そう。で、この人はウッチメーカーって大変素晴らしい、役割を演じる。そうなんですよ、ね。あの本当は大好きで。もう、ウォッチメーカーにおける、なんとかもう第二主役ですよね。そう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 。あ、本当のウォッチメーカーっていう作品は、どんねん返したくさんあるんですけど、キャサリンダンスがあることを言う瞬間があって、はい。あの瞬間は本当にシリーズ中でも一番の名場面じゃないかという。超かっこいいですよね。そう。で、そこから全てひっくり返るので。そうなんです、ね。あれ素晴らしいんですよね。もう今思わず口真似して言いそうになりましたけど、そう、ね、ネタバレするんで、ダメです。一言で言えるんですけど。そうです。まあ、そのキャサリンダンスの、主人公のシリーズってのもあってね。そうですね。4作はぐらいあるのかな。スリーピングドール、ロードサイドクロス、シャドウストーカー、シャドウストーカーだ。先導者。あ、そっか。うん、先導者。先導者もね、ちょっとむ、大変大胆なことやってるんで好きなんですけど、まあ、これ普通にスリーピングドールから、行けばいいのかなと思うのは、嘘発見機、キャサリンダンス対、はい、人間をコントロールするのが異常に巧みなカルトの指導者というね、はいはいはい、そうですね。対決があるんで、はいはいはい。そうですね。で、これもっと大胆な、犯人隠しとかしてるんで、いいのと、はい、あとね、僕が好きな悪魔の涙というやつでね、はい、これノーシリーズなんですけど、はい、主人公は筆跡鑑定のプロなんですよ。パーカー・キンケイドっていう人で、はいはいはい、で、もちろんチラチラね、キャサリン・ダンスにも出てきた気がするし、ライムにも出てこなかったから。意外とね、そういうこうキャラクターのゲスト登場みたいなの短編とか中編でも結構やるんですよね。ディーバーの世界の人が、筆跡に困ると、バカキンケイドに電話して、なるほど。聞くっていう、便利なキャラがいるんですけど、悪魔の涙、その彼が、なんだっけな、大規模テロみたいなのが計画されてるのを、阻止するために、はい、雇われるというか、顧問として招かれる話で、はい、これが、ね、多分、さっきフィンダンサーのスピード感の話をしましたけれど、それに匹敵するぐらいの緊迫感の作品で、あんまり語られないんですけど、大変素晴らしいやつ。僕としては自分がやらせてもらったってこともあって、フルスロットルとかがいいですね。短編もちろんそうですね。はい。短編でキャサリン・ダンスが主人公で、こう、キネシックスが全然通用しない強敵が現れて、そこでキネシックス、必殺キネシックスが通用しない相手をどうやってこう追い詰めるかっていうね、心理戦が戦われるんですけど、いや、短編うまいんですよね、これ。短編もうまいですよね。ちゃんと、まあ、短編でも芸風があんま変わらないというか、いい意味で。ああ、確かに、うん、ちゃんとどんでん返すみたいな、ね、はい、はい、ウォッチメーカーのプロットが
長編だと、こう、30か40になってるやつが、うん、短編はまあ、一重なんだけど、みたいな。そう、でも全部ひっくり返すからね。そうですね。そうそうそう。はい。だから三編集は今のところ三、日本だと四三つになるのか。クリスマスプレゼン、ボーカーレッスン、ボーカーレッスン、スルスロットル、死亡告示。死亡告示。死亡告示。分けましたからね、あれね。で、今ちょっと、準備中のもあるんで、また来年出るんだと思うんですけど。はい。そう。という感じで。まあ、ちょっとね、冬のミステリーランキングシーズンを前に、これはもう、必読の、一冊見ていいんじゃないかなと思いますけど、そうしないと思います。多分どんな人も読んでも面白いと思うね、ディーバーは。そうですね、うん、それは本当そうです。そうなので、うちの高校生のガキも大好きです。ああ、そうですか。はい、そうそう。いや、本当に何だろう、変な偏りもないじゃないですか、いろんな意味で。そうですね、安心して、まあ、人は死ぬけど、はい、安心して、まあそうですね、安心して子供に勧められる感じがあって、はい、人は死ぬけども、ちゃんと完全懲悪が基本的に行われますね。そうそうそう。だって人は死ななくてもひどい話ってあるじゃないですか、世の中に。まあまあ、長嶋さんが好きそうなやつが。そうそう、まあ大好きなんですけどね。はい、そういうのに比べたら全然、はい、大人から子供まで。はい、気分すっきりでね、エンターテイメントがを約束されてますから。知性が勝つという、最後には、はい。そう。というわけで。というわけで、はい。現在、好評発売中の。ホッチメーカーの罠。罠。文藝春秋から単行本で発売しておりますので。はい。秋の夜長に ね、読んでいただけるとありがたいなと。はい、ちょっとね、僕は、リンカンライムの真似をして、グレンモーオレンジをちっちゃく、ちっちゃいコップに入れて、ちょっと舐めながら読んだりしてね。そうそうそう、ライム好きなんですよね。気分出してね。そう。あれはそのスコッチウイスキーが。ストローで飲むんだな、そうなんですね。手が動かないんでね。そう。で、またその、介護してる、友に怒られるっていうのがいつものって、いつものパターン。お約束で。っていうのあまりにも何度も読んだんで、これもう自分で飲んでみないとなと思って。で、あまり飲めないのに。時々夜中に舐めてるんですけど。はい。そういう、なんだろうな、シリーズのお約束みたいなのもね、たくさん読んでいくと、楽しめるようになってくれるので、ぜひぜひ。皆さんもお楽しみいただければと思います。はい。長くなりましたが、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。